お疲れ様です。お疲れ様です。大投手が引退されまして、松坂さん、平成の怪物。平成の怪物ですよ。ねえ、まあそうだね。まあもうほんとここ何年？ 3 年、2年ぐらい、もう7、8年でほとんど投げてないもんね。まあそうですね。もうほんとね、やっぱりまあ初めてね、甲子園でそうっすよね。彼を見て、で我が母校とね、延長17回のそうだ。こいつすげえなみたいな、思いました？いや思ったよ。だって一人で投げてんだよ17そうなんですよね。回で、次の日明徳に最初先発しなかったんだけど、最後投げて、で決勝戦ノーヒットノーランだぜ。そうですよね。ありえないだろ、ちょっとね、決ありえ勝でなノいーよ。だっヒットノーて延長17回投げ切ってよ、200何十球投げて、で次の日は大事とっていかへんかったけどって言って、もう最後投げたわけじゃん、1イニングか2イニング投げてさ、でまた翌日じゃん決勝で先発してさ、ノーヒットノーランだよ。単純その順位表だけで、トーナメントだけでいくと、日本で2位のチームノーヒットノーランしてるわけじゃないですか。ちょっと すごかったですよね。すごい、あれプロの時、プロ目線で見ててもやっぱすごかったですか？すごいよ。もう甲子園に投げてる姿見てもちょっと、うわ、これすごいなって。だからプロ入った時にどれぐらいなんかっていうのは分かんないじゃん。ものがいいのは間違いなくものがいいし、じゃあどういうふうに使っていくのかなとか、でパ・リーグやからそこまでよく分かんなかったし、まあ当時なんかで交流戦もなかったからね。でまあやっぱり衝撃のね、東京ドームファイターズ戦ですよ。ね、我らが先輩片岡さんが、やっぱ片岡さんも高校生でしょっていう感じで入ったっていうね。でやっぱりすごい球投げると、だからまあ大輔なんかはもう本当に、まあもう入った時からのスーパースターだよね。で高卒1年目で16勝ぐらいしてるでしょ確か。そうですね。で新人王じゃない、新人王です。すごいことだよ。で1年間ローテーション守ってるわけだからさ、そうですね。プロの方って、例えば宮本さんアマチュア高校野球好きじゃないですか。松坂本当の超高校級だったじゃないですか。頭の中でちょっとシミュレーションとかしたりしないですか、妄想で。自分で打てるかなとかっていう妄想とかって、そんなのしない？ああ、いやでもあるよそれは。なんかこの、まあ、まっすぐももちろん速かったんだけど、やっぱスライダーがやっぱり高校生離れしてるよね、間違いなく。だから本人がどう思ってるのか分かんないけど、まあ対戦、まあ交流戦とかで対戦した時なんかで言うと、まっすぐこだわってますって言うけど、絶対ここ一番スライダー投げんだよね。で一番自信持ってる球だったと思うんだよね。で俺チャンスでそれ1回待って、それツーベース打った。もう俺多分ね、大輔はその1本しか打てないんじゃないかな。どれぐらい打席数たったか覚えてないけど、でそれ打った後にムキになってインコース投げてきたからね、こいつ負けず嫌いだなと思ってさ。でまあオリンピックで初めてその喋る仲になって、まあそれまではもう喋ったこともないし、すごいピッチャーやなっていうだけで、でまあオリンピックで一緒になって、でまあそっからまあね、彼のプレースタイルとかももちろんそうだけど、まあ一緒にやり始めてとか、まあやって、やっぱりね、まあ今根性論はダメだとかってよく言うけど、彼はやっぱあったよ。そうなんですいか。やそれは延長17回からの流れももちろんあるし、本戦の時かな、キューバ戦でピッチャー返し、今年首位打者とグリエル、メジャーのね、あいつキューバ戦最後こうバンってこう右肩に上がったの、ピッチャーライナーが。で上がって、ああもうこれ変わるなと思って、あれ8回か9回ぐらいやったと思うんだけど、でまあ大根中さんも帰るぞって言っても、いや行きますって言って出てきたんだよね。でその時にやっぱこいつ強えなって、なかなかもうそこまで抑えてんだからさ、そうっすよしかも0点で抑えてたんだよね。ね。で結局そっからちょっと2、3点取られたと思うんだけど、でまあ結局は変わったんだけどね。でもやっぱ気持ちの強い子だなって、やっぱりね、プロ第一線で本当に活躍してるピッチャーやろなっていう。だって体はめちゃめちゃ大きくないからね、上背なんかでいうとピッチャーとしてはどちらかというと小柄な方だからさ。
やっぱりそのオリンピックと、まあ、WBC の時もそうだけど、まあ、決勝の前に、ね、はい、首の辺ちょっと痛めてたんだよね、はい、でもやっぱり選抜で、まあ、途中で変わっちゃったんだけど、はい、やっぱりその大舞台というかね、はい、そのここっていう時に力発揮する、うん、まあ本当のスーパースターだよね。まあ本当のスーパースターですね。だからやっぱりもう最後がね、やっぱり投げれてない年が多いっていうのはもうすごく残念だよね。まあ近年はなかなか見れなかったですね。そうね、だからまあそこがすごく残念ではあるけど、本当実働してる時っていうのは、まあレッドソックスでもね、はい、まあ、メジャーでもしっかり成績を残してるし、まあ、彼の場合はやっぱり若い時に投げすぎた部分はやっぱり最後にしわ寄せきたのかもしれないよね。やっぱりあるんですかね。なんか例えば僕ら一般の人でも、うん、例えばあのまず甲子園の時からちょっと思っちゃう部分があるんですけど、うんうん、これは分かんないんだけどね、はい、実際にそうやってどういうふうにして証明していくのか分かんないけど、でもまあ彼の場合はちょっとやっぱり最後にしわ寄せが来てるかもしれないよね。投げてるもん。そうですよね、うん、そうですよね、投げてる。250球ぐらいでしたよね。なんか延長17回は ねえ、あれで2日後にの人のだからね。そうなんですよねいやそれはだからあの彼が本当のスーパースターだっていうのがよく分かるのはやっぱ同級生じゃないの。もうみんな松坂松坂って言うじゃん。そうですね、松坂のおかげで。とんでもない世代ですけどね、ま、そうそうそう、あそこでもみんなやっぱり松坂って言うじゃん。そうですね、まあそれがもう、そうですね、正真正銘というかね、はい、うん、っていうか宮本さん最後松坂さんとかっていつ会ったような記憶がありますか。会いました。うん、解説でドラゴンズの時会ってると思う。ちょっと投げてたもんな。ちょっと名古屋ドームで、はい、あの練習上がってくるで、はい、俺が解説で来てて、でわーって寄ってきてこんにちはっつって、うん、でそこが喋ったのは最後じゃないかな。あでもね、一回電話かかってきたな。あそうですか。要するに肩の治療で、それは喋った前か後か分かんないんだけど、ドラゴンズいる時で、うん、なんかなんとか先生っていうのがなんか宮本さん見ててよかったって聞いたんですけど、たら俺は全く覚えてなくて、うん、いや俺でも記憶ないからそこまで分かんないなっていうので、一回電話かかってきたかな、うんうんうん、その治療したいあれで、はい、多分まあまあその本当いい先生って聞いたらもう見てほしかったんじゃない。なるほど、うん、やっぱ肩の故障ってやっぱ大変なんですか。やっぱり肩っていうのはやっぱりダメだよね。肘っていうのは今まだ全然大丈夫だけど、はい、肩の故障っていうのはまあもう本当まあその箇所とか、はい、その損傷度合いとかっていうので、うん、多分もう全然投げれなかったりするんじゃない、うんうん。ちなみにやっぱ高校甲子園見てたじゃないですか。宮本さんも完全に今度野手なので、投手がいい投手入ってくるのはやっぱ、ね、歓迎だと思うんですけど、うんうん、松坂とか欲しいなとかっていうような思いはなかったですか当時。いやいやあるよそら。そうっすよね。だってあの時逆指名制度だったんだよね、はい、上原とかそうなんだけど、うん、そうですね、その高校生は抽選だったんで、はい、なんで行かないのってね、ピュッと引いて運よく来る可能性だってあるわけじゃない、はい、まあいろんな事情あったかもしれないよあんだろうけど、あうち行かないんだみたいな、やっぱ思いましたか、うん、あそうですよね。いやでも本当でも松坂さんの引退はちょっと年取ったの本当感じますね。なんかもう高校時代の顔が全部浮かぶじゃないですか、うん、俺らがね、はい、僕らが年取ったっていうのはすごい、なんか多分見てる方もちょうど俺10個下なのよ。あ55年生まれのはず。はい、そうです、うん、そうです10個下。寂しい季節です。まあ本当松坂さんも本当野球界には貢献されたんで、ぜひこれからもねまた。そうね、はい、何らかの形でね、まあ少しはゆっくりというか、まあリハビリも大変だったろうから、うん、ね、うん、まあちょっとゆっくりして、うん、そうですね、うん、ありがとうございました、はい。